島風は早いぞ。装備を確認するにゃ。クソお姉さまの妹ヤマヒメイヤマシロです。生まれつき運が悪いんですけど、大好きな姉さまのおかげで元気に育っています。吹雪型駆逐艦綾波です。鬼神とも呼ばれます。よろしくです。高尾型従順洋艦高尾と申す。拙者の火力と走行安心して頼るがいい。金剛型巡洋戦艦1番艦金剛です。私が勝利へと導いて差し上げますわ。やめとくにゃ。いいと思うにゃ。ここから選ぶにゃ。明石の相手は誰かにゃ。行こうかしら。準備してるからもうちょっと待てって。いざ。命が惜しくなければかかってこい。なのだ、正々堂々と戦うにゃ。一風様が味方なのだ。素晴らしい戦果だ。イエイエイ、ファイナリントバトル。シマカサスハット、OK。ビカサスハット。何者はも凌駕してみせましょう。ミシェマカサス。やったにゃ。次も頑張るにゃ。ここから選ぶにゃ。遠慮しないでどんどん買ってほしいにゃ。ここから選ぶにゃ。新しい物語があるみたいにゃ。登場はおや
ルという世界のミラネキューヨという国からやってきたんだ。いろいろ説明すると長くなるから省略しちゃうけど、あなたのお手伝いをするためにゲーム業界を代表して私が呼ばれたんだよね。そういえば、ネプチューンって子がいるって聞いたんだ。私の名前とそっくりだね。ゆっくりお話ししてみたいんだけど、今回のクエストはバトルのお手伝いオンリーってことで、他のみんなとはお話ししたりはできないんだ。そういうこともあって、あなたを頼りにしちゃうからね。え、図鑑の仕事もあるって？ちょっと聞いてた話と違うよ。サクッとクエストを終わらせて、バーッと観光してダラダラーッとこっちのゲームを満喫するつもりだったのに。ま、過ぎちゃったことはしょうがない。私の本気を見せちゃうもんね。それじゃあこれからよろしくね。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係よ。自由に楽しんでね。今日の訪問者の合計は注文の数と人数を書き留めして経費の精算完了。次はお客様が来る前に旅館の雑巾がけの準備と、バケツはここにあるから雑巾を。山城、もうすっかりこの新しいお仕事にも慣れたんじゃありませんよ。え、そうかな。もしそう見えるとしたら金剛ちゃんのおかげだよ。あなたのそういった気遣いがいつも嬉しいですわ。駿河にも聞かせてやりたいくらいですわね。駿河ちゃんはたまにお礼を言わない時があるからね。いや、でも心の底ではいつも感謝してると思うよ。ええ、もちろん分かってはいます。ちょっとした改善希望ポイントですわね。思えばこの合同大演習、演習の準備から来客の受付、清掃、果ては演習まで、さまざまな仕事をいろんな方とこなしてきましたけど、途中で皆さんの普段は見られない一面も見えてきて実に有意義ですわ。そう思ってもらえるなら大成功ね。あ、お疲れ様です。アタゴ、大成功とはどういう意味ですの？合同大演習はもともとキューブを集めるため便宜上開いたものだったのだけど。あ、そうでしたね。ひょっとして知らなかったんですの、山城。これほどの演習を開くとなると準備もすごく大変でしょ。でもね、そこであえてなるべく普段とは違う相手と組ませたかったの。他の陣営の方々でも陣営を超えた交流があったけど、獣王内でも可能な限り新しい交流を作ってみたくって。そのような意図がございましたのね。そうでもしないとみんなついついいつものメンツで固まっちゃうでしょ。総竜なら飛竜と。確かに山城ならしぐれちゃんや道しおちゃんと、もしくは草お姉様と。私も比叡、春菜、霧島で組んでいたでしょうね。そう、良くも悪くも毎回同じ者同士で声を掛け合ってしまう。これじゃあ交流の輪が広がらないわね。何しろどんどん新しい顔ぶれが陣営にやってきているのに、これじゃあね。私とってももったいないことだと思っていたのよ。だから赤城に掛け合って、今回は演習以外の仕事も
なるべく全て感染がやるようにして、パートナーも指名制にさせてもらったの。私は山城とのペアをご指定いただきましたのね。確かにこれまで交流の機会があまり持てなかったですわ。どうだったかな、金剛ちゃん、山城との組み心地。ええ、バッチリですわ。やったー、嬉しい、ありがとう。当初は私が山城と組む予定だったのだけどね。ごめんなさい、次の機会があったらよろしくお願いするわ。そうだ、山城と組むにはコツがありますの。教えておきますわね。あら、何かしら。おーい、アタゴ、情報発見。はあ、転んじゃう。さっとフォロー。すごい、ずいぶん探したぞ、ここにいたのだな。思わず大声を上げてかたじけない。みんなどうかしたのか。実は金剛がね、たった今山城が転ぶのを予見してさっと支えて救ったのよ。おかげでバケツの中身も無事です。それは大したものだ。予知能力でも発言したのか。いえ、山城の様子を注視していれば大体は分かりますのよ。パートナーのフォローが完璧、まさに名コンビね。たまに一切の予兆がない時もありますけど、なんとなくアクシデントが起きる感覚のようなものがつかめてくるのですが。あ、早速何か起きそう。おいおい、そんなバカな。山城、とりあえず3歩下がって。ちょっと高尾ちゃん、バケツに足引っ掛けてる。うわ、中の水が。回避成功、すごいね。金剛ちゃん、どういたしましてですま。高尾、水はかかっていませんか。ああ、パートナーの元で未知のスキルを習得しているわ。これも合同大演習の成果。ざっとこんなものでしたよ。That's an interesting skill to have again. Bonus episode: Join military exercise party. このエピソードは実在のアズール連関連作とはパラレルの関係だ。自由に楽しむがいい。はあ。アタゴ、せっかくのパーティーだというのに、こんな隅の席でどうしたのだ。私、どう見える？どうって。わかった。寒いのだな。表情が普段通りでわからなかったぞ。ええ、正解なんだけど、本当に寒いのは心。何か深刻な話か。冷房の効き目を抑えれば済むような話では情けだな。ごめんなさい、さすがに大げさに表現しすぎたわ。実はね、怖い映画を見ちゃったのよ。怖い映画だ。そんなもので動じるのか。もう悪かったわね。私にも苦手なものの一つや二つくらいあるわよ。それにしても意外だ。何しろ以前テレビでほらホラー番組とか、それをいたって真顔で見ていた気がするが。あの時はね、固まってたのよ。高尾ちゃん、いや、すまない、そんな弱点があったということが意外でな。もう
昨日間違って見ちゃった映画はその番組よりもっともっと怖かったの。内容が頭から離れていかなくて。それは災難だな。どうだ、内容について拙者に話してみたら。逆に身代わりで気持ちが楽になるかもしれぬぞ。そうね、そうかもしれない。それじゃあ話すとしましょう。あれは3週間前のある日の出来事だった。待て、どうしたの？3週間前というのは映画の物語の前置きか？そうよ。語り口調が迫真すぎるな。本当にアタゴの身に何か降りかかったみたいではないか。そうね。あれ、なんだか拙者も怖くなってきたな。その日、とある有名ブロガーのコメント欄にね、呪いのコメントがついてしまったのよ。そんなのはスパムコメントというやつだね。大げさすぎるな。そう、そのブロガー自身も最初はそう思った。何度削除しても秒単位でコメントが復活するのよ。嵐に張り付かれているとか、非常に迷惑な話だな。言ったでしょ、呪いのコメント。ああ、その本文はね、何も携帯に書いて見せなくても。今夜12時までにこのコメントを拡散しろ、さもなくばこのコメントが並ぶのよ、数百件くらい。これは確かに怖いかもしれんな。こうなっては諦めてブログは閉鎖するしかないか。結局のところコメント欄を閉じさえすれば。それじゃあコメントで要求のあった拡散はどうするの？いや、そんな妄言に付き合う必要は。実は九段のブロガーの人が失踪したのよ。その後も次々と世間の有名ブロガーやアーティストが事件や事故に巻き込まれて。いやいや、そうは言ってもフィクションだろ。さすがホラー映画だ。オーバーな演出をしていると見える。拙者の携帯に通知が。おい、アタゴ、悪ふざけが過ぎるぞ。何のこと？今夜12時までにこのコメント。なんで拙者のアカウントにまでこんなコメントを？私何も書き込んでないわよ。今夜12時までにこのコメントを拡散しろ、さもなくば。どんどん増えてくる。うわあ、タカオちゃん逃げちゃった。シルクを出すってないな。ドッキリ大成功でございますね。私たちのアカウントから書き込みまくったよ。ご協力ありがとう。おかげで可愛いタカオちゃんが見れたわ。でもちょっと怖がらせすぎちゃったかな。効果は抜群にございました。幽霊とか目に見えないものより最近は SNS の方が炎上とかで恐ろしいよね。そうよね。タカオちゃんがこの前、拙者には怖いものなどないとか言い出しちゃって。二人ともいたずらに付き合ってくれてありがとう。タカオちゃんのフォローは私がするわ。ちゃんといたしましてなの。そして早くご褒美のおごりが欲しいの。最
understood correctly, she said something about one thing. Right, so it was a robot. Warawa wa atsu-atsu no oden wo shomou shimasu. She won. Matte ne. Ima chumon suru kara ne. Ah, 着信が入ってるみたいなの。いいのよ、後で見るから。さてと、すみません、注文よろしいですか。行こうかしら。ダウンローディング、いざ。両チームとも健闘を祈るにゃ。お手伝いわかったわ、お任せよ。全滅させちゃいましょう。これで決めるわ。ほら、痛いでしょ。ああ、沈めるわね。調子が良かったわ。完全のあなた方はさすがに厄介でしたわ。私をここまで手こずらせるなんて、褒めて差し上げます。先ほどは心配をおかけしましたね。すがすがしい顔立ちですわ。作戦があるので一度引かせていただきます。
島風は早いぞ。キスケだ、敵との遭遇です。キューブ集めってバランスを崩しそうになるから難しいですわ。みんなは平気なの？なんて言っても手加減はしてくださらないのですね。陛下も中継でご覧でしょうし、頑張らないとね。行こうかしら。今用意する。少し待って。凱旋である。勝利の栄光はどちらが掴むかにゃ。助かるわ。沈みなさい。準備、はい、できたわ。撃破、これでおしまい。引き受けてあげる。壊れた戦いましょう。叩き潰して差し上げましょうね。お手伝いですね。さよう。私でよければ。壊れたら修理してあげるにゃ。壊れたら修理して。ビッグセブンの力ですね。恐れおののくがよい。分かったわ。お任せよ。かけられ。はーい。お疲れ様。しかも、イラストリアスにやるときはよ。これでも耐えられるかしら。当たりましたね。避けられないわよ。避けられませんね。もっともっともっとよ。あっはっはっは。それやられちゃったのですね。沈んでしまいます。壊れましたよ。余と相対したことを後悔するがよい。お姉さんに任せなさい。さあ沈みなさい。お仕置き、今度は誰かしら。これでおしまい。まあすごいじゃない。矛を収める日が来るように。負けちゃいました。降参ですわ。魔力十分で逃げていかれましたね。島風は早いぞ。ユニコーンとジャベリンは下がって体を休めて、ここからは総力戦でいきます。この近海のキューブは取り尽くしたようでしたね。お互い戦うしかないところまで来ちゃいましたね。キューブの数では我々がリードしております。あとはございません。言われなくても。島風ちゃんと駿河ちゃんの本気見せてもらいますね。総員準備お願いしますわ。行こうかしら。大丈夫、迷わないで行くよ。世に
任せるがよい。仕方ないですね。勝利の女神はどちらに微笑むかな。本気で行きませんか。差し上げましょう。そろそろ本気で行きます。そこですね。これで決める。やっと、どの世代に。これでも耐えられるかしら。あ？避けられません。沈めるわ。まだまだ通るんや。今度は誰が引き受けた？はい。それ。これでも耐えられるかしら。しっかりするのです。そこですね。潰しましょう。応援が来たみたい。ほら、痛いでしょ。風が吹いてどうですか。これね。おお、ダイブ93ユーロシエントロピー。That's a tier 6. That sounds like it's gonna be useful. この感触、体中が熱いわ。Should probably grind this mission later at some point. Mission has arrived.戦いはこちらの。勝ちです。さっきすら感じましたわ。この気迫、さすがに参りましたね。見苦しいと言いたいところですけど、その勝利への執念、感服しました。あれあれ、もう終わった感じになってるにゃ。少なくともまだ余力がありそうな人物がロイヤル側には二人いるみたいだけどにゃ。いいえ、私は己の身こそ大丈夫ですが、偽装が先に行ってしまいました。ここまで追い詰められたのです。ロイヤルはこれ以上戦いません。参りましたわ。キューブ数で上回っているのに敗北宣言。負けて勝つとはこのことかにゃ。お待たせしました。ジャベリン復活。あれ、ジャベリンじゃ。残念だけど出遅れちゃったみたい。さあみんな、
獣王の若き才能ある指揮官のお二人に盛大な拍手を。あたりには割れるような拍手が響きました。ロイヤルの皆さんの表情からは本気でこの若い艦隊を祝福してくださっていることが伺えました。とどめに明かしたのが、今日の MVP はスルガだって。島風は嬉しかった。キューブが私たちも称えてくれたようでした。でもスルガ殿はそうでもなかったようで。Say it again, baby.